ゲーム女子実況ガエル、モズとハヤニエ、弾丸ナンパ V3、みんなの殺し合い新学期体験版、始まります。始まるケロー。さあ、弾丸ナンパ V3 の体験版が配信されましたんで、はい、弾丸ナンパ大好きのモズベイさんにプレイしてもらおうと思って。そう。そしてもう何と言っても、主人公だよね、やっぱりね。主人公、あ、神田沙也加さんね。そう、あの劇の方ではね、ラスボスである。劇言うなや。舞台ね、うん、劇って言わんとって。劇って言ったらあの中学生みたいになるからね。はい、でまあ、あれですよ、神田沙也加さんね、江ノ島純子役をやってはったんですよね。そうです。すごい江ノ島純子が好きすぎて、高いフィギュアをマンダラケとかで買うぐらい好きらしいんですよ。でそれがあったから、あのスタッフの目に留まって、多分、あの舞台版の江ノ島純子をやることになったんやと思います。なるほど、そういうことでしたか。はい、じゃあそんな言いながら早速始めていきましょうか。はい、やっていきましょう。はーい。さあ、始まるケロよ。さあ、スパイクチューンソフト。ね、もう、定番ですよ。ね、今回は頭が割れる。左の骸骨も慣れてきたね。ねえ。で、毎回ね、割れるんですけどね、スパイクチューンソフト。うん。さあ、フィクションであり。これなんか新シリーズあれですよね、もう最初からやり直しになるんですよね、ストーリーもね。やばい、かっこいい、すごく。じゃあ、行きます。はーい。ニューゲームで。さあ、ローディング、ぐるぐるね。本体験版では学園を探索していくパートから始めるか、学級裁判からプレイするかを選ぶことができます。うん。なるほど。学級裁判は探索パートでの捜査結果をもとに議論することになりますので、初めてプレイする方には最初からを強くお勧めいたします。どちらからゲームをプレイいたしますか？まあ、それは最初からやね。慣れてるんですけど、最初からで行きましょうか、じゃあ。はい。ああ、かっこいい。どなたが来るかな。毎回凝ってますよね、オープニングね。すごいかっこいい。ちょっとルパンっぽい、なんか弾丸の感じが。すごくド派手な、そのポップ調っていうかね、色合いがすごいね。うん、出た、神田沙也加さん。お、井上菊子さん。お、緑川光さんね。意外な。もう、ハエニエでも知ってる声優さんがいっぱい出てる。出た、林原めぐみ。あ、林原さん。小松美香子さん。美香子さん。お、さあ、ハエニエが知ってるのは、あ、今の下野さんね。有名ね。はい。あ、坂本真綾さん。坂本さん出てましたね。鈴村圭一さん。お、田中恵美さんだよ。おまるちゃんだよ。なんと、まるちゃんが、あ、大塚さんだよ。はい、菅原さんも。大塚さんがね、すげえテンション上がるわ。ねえ、楽しいね、これ見てるだけで。うん。さあ、うろくまがね、たらこさんになったんだよね。ね。うん。出た、モノクマーズ。はい、オール山寺浩一ね。すごい、七色の声をお持ちの。かっこいい。泣けてくるよね、なんか。うん。あ、怖い、目が。なんだ？はい、かっこいい。ね。ふわっとするよね、すごい見てて。さあ、はい、始まりました。やっぱりまずは自己紹介からだよね。私の名前は赤松楓、あれですね、V3 の今回主人公さんですね。うん。別に楓みたいに真っ赤に燃える情熱を持ってるってわけでもないけど、この名前はとても気に入っているんだ。あれ、そういえば私誰と話してるんだろう。確か今日もいつもの通学路をいつもみたいに登校してたはずだけど、なんでだろう、私は今真っ暗な眠りに落ちている。てん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 。お。は。お、また。お、赤松。このパターンやね。さあ、ここから声が入りますよ。うん。
喪失。音符の髪留めが可愛いけどね。ほんとだ。そして、すげえ巨乳。うん。乗ってるよ、机に。そうね。そう、そこは教室だった。だけど、まるで見覚えのない教室だ。あ、目が覚めた。あ、この声は。この声は。シンジ君。シンジ君でしょ。来たぞ。あ、もう早速おるやん。え？来たぞ。全然新シリーズちゃうやん。あ、なるほど。ナエギくんなんですね。うん。もうてっきりね。あっちの方かと思ったのね。そう、2の方かな。こまいだくん。はいはいはい。絶対絡んできそうだったから。なんで私の名前を知ってるの？君知り合いだったっけ？見覚えがないんだけど。急に来たね。うん。そうね、この人1の主人公。苗木誠だったかな。うん。うん。ハイネーがじゃあ、苗木くんのセリフ読んでいこうか。どうぞどうぞ。ああ、驚かせちゃってごめん。まずは、簡単に自己紹介しておくね。僕の名前は苗木誠。ああ、読んだ。超高校級の幸運。しょもりした。はい。超高校級の幸運。そう。うん、出た。ね、超高校級って。さあ、超高校級の幸運。うん、僕はこの学園の生徒なんだ。ふざけすぎるやろ。ここでは毎年全国の高校生の中から抽選で一人を選んで、その生徒を超高校級の幸運として入学させているんだよ。ほう。全国の高校生の中からたった一人。すごいじゃん。本当に幸運なんだね。そんな超高校級の人もいるんだ。知らなかったな。ここでは一応、僕は君の先輩ってことになるかな。うん、改めて、よろしくね。超高校級のピアニストの赤松さん。うん。え、先輩だったの？うん、先輩だったんですね。ごめんなさい、私てっきり。気にしなくていいよ。稽古も無理して使わなくていいしね。あれ？ふざけとうね。はい、そういえば、私まだ自己紹介してないのに。私が超高校級のピアニストだってことどうして知ってるの？はい、赤松楓さんは超高校級のピアニストです。新入生のことは資料になってるからそれを見ておいただけだよ。なるほど。新入生、私とっくに高校に通ってるんだけど。ねえ、苗木さん、どういうこと？この学園って一体何なの？ねえ。それを説明するためにも、まずはそこの机を調べてみてくれるかな？はい。調べる。さあ、調べる。一体ここはどこなのでしょうか？戸惑われていることかと思います。ですが、そんなことはさておき、簡単な操作説明をさせていただきます。L スティックで画面上の標準をご操作いただきます。標準に反応があったら、丸ボタンを押してください。その対象を調べることができます。R スティックでは視点の操作をしていただきます。自由にお部屋をご覧くださいませ。また R1 ボタンを押していただくと、あなた様のお力で物を動かすことができます。へぇー。新しい、ね。初めてじゃないかな。もしかしたら素敵なサムシングが見つかるかもしれません。動かしたものは L1 ボタンを押していただければ元の通りにお片付けできますのでご安心ください。ただ、何でも動かせるわけではございませんので ご承知おきください。うん、象徴を聞きください。初めて聞く。そして、三角ボタンを押されますと、不思議なパワーで調べられるものがご覧になれます。長々とご説明させていただきましたが、オプションボタンで操作方法もご確認いただけます。まずはこの場所をじっくりお調べになってお話を進めてくださいませ。だって、進めようか。三角ボタンから押す？丸からじゃない、やっぱ。丸から押してみようよ。丸から。さっきまで私が突っ伏していた机、よだれの跡がくっきりと残ってる。そうか。後で拭いておかないとね。で、その机の上には、手紙。お願いします。体育館に来てください。体育館に来てもらわないと話が進まないのです。でも気をつけてください。他の連中がその辺をうろついていますよ。話しかけると自己紹介を聞く羽目になりますよ。なんか見たことある展開、デジャブなんて言ってる場合じゃないのです。とにかく体育館までお願いします。マジでお願いします。すごいお願いね。これお願いって私に？
ざけてるとしか思えないけど、体育館に何があるんだろう。それに他の連中って？言われた通り机を調べてみたけど、余計に混乱してきたよ。ねえ。ねえ。苗木さん、これってこの学園には私たちの他にも誰かいるってこと？うん。新入生は君一人じゃないんだ。みんな、学園のどこかにいると思う。お。せっかくだから、体育館に行く前に、みんなを探して挨拶してみるのもいいんじゃないかな。かな。もちろん、まっすぐ体育館に行ってもいいし、赤松さんに任せるよ。はい。うん。わかったよ。ていうか、私が新入生って本当にどういうことなの？どうしてこんなことになってるんだろう？この学園って何なの？扉をお調べいただくか、×ボタンで外に出ることができます。ちょっと他のちょっとアクションを。お、三角ボタンにも押したんですけど。それあれね、キラキラ光ってるところが。ああ。調べれるのね。なんかね、すごいね。ウィッチャーみたいな感覚を研ぎ澄ませるみたいな感じだよね。うん。さあ、これ、過去版なのかな？ここは学校なんだし、あってもおかしくはないけど、液晶画面になっているのかな？変わった黒板だね。これいいね。うん。貸さなくていいんじゃん。体験版だよって書いてる。怪しいよ。ロッカー。何の変哲もないロッカーだね。ロッカーに意外性を期待するのも変な話だけど。まあね。あ、苗木くん、これ例によってね。うん、そうね。うん、あー、2は覚えてないんだけど、ね、1は確かあれなんですよ、その、なんて言うんだ。木かなんかで、もう木の板、木の板で、なんかガン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 って確かやられた気がする。あ、鉄骨が 2？ じゃあ。鉄骨でボルトで止めてた気がしたけど。あ、1なのかな。2の方は、まず、教室って最初あたりしかなくって、その後、うん、なんていうの、南の島の、島の方に行くからね。そうそう、世界観だったから、そんなに出てはなかったはずなんだよね。うん。だから、もしかしたら鉄骨は1かもしれないね。うん。は、はい。窓の外が緑で終わるけど、それにこれって、有刺鉄線だよね、だって。うん。怖いね。よくあれよね。うん。ピリピリってなるけどね。フェンスの上とか。電撃のやつね。窓を有刺鉄線に仕掛けてどういうことなの？マジで合ってんのかな、これ。お、これもあるね。モニター？これってモニターかな？今は何も映ってないけど。学校に置く雰囲気じゃないような気がする。なんかね、スピーカーついてるもんね。お。さあ、外出ようか。ゲーム行けまーす。モズベさん、その調子でやってると3時間ぐらいかかるよ。はい、じゃあまあ、まあもうちょっと、テンポよく行こうね。はい。あ、すげえな。いいよ。緑が。はい。廊下では L スティックで移動することができます。移動しながら L1 ボタンを押していただければ走ることができますので、ご活用くださいませ。また、R スティックでは、室内と同じように視点の操作を行うことができます。三角ボタンを押していただくことで、大きな地図も見ることができます。便利な世の中になってまいりましたね。それでは、語学友の皆様を探しに行ってらっしゃいませ。おるけどね、目の前で。すごい待ってるよ。はい、天海乱太郎。天海くん。や。さあ、やあ、どうも、君たちもいつの間にかこの学園にいたんすか？見たところ、怪我はないみたいですね。じゃあ、よかった。いや、状況は決して良くないですけど、ここはどこかもよくわからないですし。お、この人たちもわかんないのね。うん、そうだよね。ところでちょっと聞きたいんですけど、君たちはどうしてこの自分がこんなところにいるのか覚えてるっすか？ああ、私はよく覚えてないんだけど、苗木さんは違うんじゃないのかな？苗木さんはこの学園の生徒みたいだからさ。うん、そうなんすか？いや。さあ、どうだ？いやー、なんとなく心当たりはあるんだけど、実は僕もいつの間にかこの学園にいたんだよね。いつの時代の苗木くんなのかで変わるよね。そうね。うん、そうだったの？じゃあやっぱどうやってここに来たのか覚えてないんすね。だとするとここにいる全員がそうなんですね。え、全員って？いや、他の何人かにも聞いてみたんすけど、みんな覚えてないって言うんで。他の人もそうなんだ。まいったっすよ。どうやら俺らは全員揃って記憶喪失みたいですね。そうみたいだね。すごい汗かいてるもん。そうじゃないうん。待ってよ、記憶喪失とか大げさだよ。きっと混乱してるだけですぐに思い出すって。いや、集団睡眠とか洗脳とか方法はいくらでもあるし。
まあどっちにしろ早く思い出せるようになるといいですね。困ったもん。このままだと俺みんなにハブられちゃう。さがあれですね、緑川さんだと。なんでハブられるんやろね。なんつうか。実は俺が思い出せないのはここに連れてこられた時のことだけじゃなくて、自分の才能についてもなんすよね。あら。参ったっすよ。参ったっすよ。なんかの超高校級だったはずなんですけど、何も覚えてねえし、何なんだろう。この話って本当？もちろん本当っすよ。まあ信じられなくても仕方ないっすけど。ところでまだ俺の名前って言ってなかったっすよね。俺の名前は天海乱太郎っす。今のところどんな超高校級の才能があるのか思い出せないっすけど。ま、怪しいやつじゃないんでよろしくっす。これは物語に深く関わってくるパターンやね。でも苗木さんは新入生みんなの資料を見てるんだよね。だったら天海くんの才能のこともわかるんじゃない？それが僕がもらった資料には天海くんのことは載ってなかったんだ。あら、そうなの。だったら俺がここにいること自体が間違いだったりしないですかね。正直その新入生っていうのも覚えがないんで。でもさ、それはないよ。君も間違いなく超高校級として選ばれた生徒のはずだよ。言い切るんですね。資料に載ってなかったのは別におかしなことじゃないんだ。僕が見たのは所詮生徒が見られる程度の内容の資料だし。お、意味深なことを言ってきましたよ。超高校級の生徒の中には自分の才能を簡単に他人に知られたくない人だっているからね。大丈夫、君の才能のこともきっといつか明らかになるはずだよ。そうっすね。まあ心強く思っておくし、この人自分の才能を覚えてない割には結構あっけらかんとしてるんだね。やった。変すか、自分の才能を忘れた割に気にしてなくて。楽しみなんすよ。いや逆にちょっと楽しみなんすよ。俺ってどんな超高級なんだろう。ポジティブやね。うん。というわけでこれから仲良くしてほしいです。しばらくここから出られないかもしれないんで。いやー怪しいぞー。やめてよ、すぐに出られるに決まってるじゃん。そう簡単に行くんすかね。お、それってどういう意味？いや意味とかないし、なんとなくそう思っただけなんで。気にしないでいいっすよ。この人爽やかで喋りやすそうな人に思えたけど、なんか何考えてるのかよくわからないよ。なんか熊枝くんパターンっぽいよね。怪しい。モズベさん、あの男キャラハイミエが呼んでいくよ。はい、お願いします、はい。なんか怖そうな人。体も大きくて筋肉ムキムキだし。ちょっといいですか？ありがとう。ありがとう。ごめん。驚かせちゃったね。ゴンタ、見た目が怖いせいで、あんまり初めての人に話しかけてもらえないんだ。あら。だから紳士的にお礼を言うよう、話しかけてくれて、ありがとう。いいやつや。さくらちゃんパターン？マッチョやね。どうも。なんか見た目で怖い人だと思ったけど、そんなことないのかも。あ、ごめん。自己紹介を先にしないといけなかったね。もう。名前は極原ゴンタで、超高校級の昆虫博士なんだ。おお、昆虫博士。ゴンタは紳士になりたいんだ。本当の紳士を目指しているんだよ。そうか、虫かごをつけて。ゴンタくんって名前なんだ、可愛い名前だね。え、そうかな、ありがとう。なんだ、本当にいい人なんだね。怖がって損しちゃって。やっぱりゴンタって怖かったよね。そういうつもりでは。いいんだよ、子供の頃から言われ慣れてるから。子供の頃からなんだ。ところで昆虫博士なんだね、それって。まさか。お、あなたは昆虫が好きなの？え、昆虫か。じゃあ、昆虫嫌いなの？え、どうして。昆虫が嫌いなんだね。嫌いなわけないよ、むしろ大好きだよ。よかったよ。昆虫が好きな人に悪い人はいないよね。やばいやつや、ね、こいつ。もし昆虫が苦手でもゴンタ君にはちょっと言いにくいね。
実は私って昆虫はあんまり得意じゃないんだけど、隠しておいた方がいいかも。怖い怖い。ねえ、やばいやつやわ。あ、こっちは何かあるかな。特に行った感じや。じゃあね、じゃあ。じゃあ。お、あ、あ、ひなたくんがいるよ。ねえ。どうしてあの人も超高校級の才能を持つ新入生なのかな。ん？苗木か、どうかしたのか。うん、ヒューガくん、後輩を連れてきたよ。超高校級のピアニストの赤松楓さん。っていうことはあれだよね、シリーズ的には一応もう出会ってるってことだよね。そうね、二人はね。ね、あのね、赤松さん、彼も君の先輩のに当たる人なんだ。あ、この人も先輩だったんだ。また間違えちゃうところだった。仲間と楓です、よろしくお願いします。俺の名前は日向はじめだ。ほう、先輩ってことでいいのかわからないけど、よろしくな。いいね、声がまた。お、ハテナになってる。またハテナになってる。先輩なのか違うのかどっちなんですか。ああ、俺はここにいる他のみんなみたいに超高校級の才能があるわけじゃないからさ。え、まあそうだね超高校級の人じゃないんですか。でも日向くん、赤松さんは間違いなく僕たちの後輩だよ。彼女は今回の主人公だからね。すごいメタ発言ですね主人公。そうだな、そういうことなら確かに俺の後輩でもあるな。あ、まあね、その主人公っていう、別に先輩風吹かせようってわけじゃないけど、何かあったら相談してくれよ赤松。ありがとうございます。ここには超高校級が集まってるのかと思ったけど、そういうわけでもないのかな。それにしても主人公って何のことだろう。なんかその今回は、うん、今までってほらその高音だったりとか主人公が、うん、ちょっとそのふわふわした感じじゃなかったじゃないですか。でも今回ピアニストでしょ、赤松さんは主人公で、うん、でもそのピアニストってもうピアノってすごい難しいじゃないですか。あ、ね、両手を使ってこうね、やりっていくから、だからなんか頭の回転とかすごい速そうだよね、その赤松さんも。なるほど、うん、すごい考察力ですね、モズベイさん、うん、はい、というわけで次、夜長アンジ、外線さんかわいいね。やっほー。はい、やっほー、元気。こちらは夜長アンジだよ、うん、超高校級の美術部なのだ。かわいいちょっとなんか変な喋り方ですね。アンジーは神様の声が来てるんだ。島の神様がいつもアンジーの隣にいるからね。へえ、ずいぶんと心身深い子なんだな。ちなみにアンジーさんの専門って絵画それとも彫刻？どっちもやるよ。絵も描くし彫刻も彫るし、でもアンジーは体を貸してるだけなんだ。やってるのは神様だから。神ってる。おお。早速あれじゃないですか、神ってる使ってきてるじゃないですか、はい、なんか面白いね。よかったら今度アンジーさんの作品を見せてよ。もちもち。はい、その代わりイケメンになってね。えイケメン、ね、アンジーの島では毎週月曜日と水曜日の朝に生贄収集のトラックが迎えに来るんだ。ゴミ出し感覚の生贄だね。でも安心して、生贄って言っても大量の血をもらうだけだから。何を発信するって。そうだよね。まあ、私はちょっと貧血気味だからごめん。この子いい子とか悪い子とかいるのになんか近寄りがたいかも。あら、距離ができてしまったね。地図のあれやね、黄色いマーカーのところに人がいるね。ここは何もないけど、なんか。何もないんちゃう。まあまあ、うん。進んでいったら、あ、いますね。なんか新キャラがいるね。これね、林原めぐみさんの西原修一。いや、覚えてんね。ね、あなたもこの学園の新入生？うん、そんな覚えはないんだけど、いつの間にかそんな話になってるみたいで。おう、ってことはあなたにも超高校級の才能があるんだよね。西原修一です。一応超高校級の、超高校級の探偵、探偵やで、ね、おなってるけど、ちょっとあれなんですよね。
別のキャラクターにすごく似てるなって思ったけど。キリギリさん。いや、また別の作品だから言えないけど。ちゃうかい。はい。君って探偵なのすごいじゃん。いや、本当は探偵って名乗れるほどの実績なんてまだなくて。たまたま遭遇した事件を解決させたことがあって、それでそう呼ばれるようになっただけだから。うん、おー。いや、たまたまで事件を解決できないと思うよ。胸を張っていいんじゃないかな。そうそう、私の名前は赤松楓、超高校級のピアニストなんだ。西原くん、よろしくね。西原修一ね。うん、こちらこそよろしく。探偵さんか、ちょっと帰りなさそうだけど、困ったことがあったら相談してみようかな。ねえ。てるよね。可愛らしいで。男なのか女なのか、わからんところがあるね。ここはないかな。あ、また、黄色いポイントがありました。出せるんだっけ。はい、来ました。やばそうなやつがおる。これ着よう。なんだ。さあ、じゃあ言いましょうか。僕が何者なのかって。そうだね。まずはそれを明確にしようか。僕の名は新宮寺コレキオ、超高校級の民族学者と呼ばれているよ。民族学者。もう民族学者どころの格好じゃないけどね。危うそう真ん中、うん、民族学者って何なんだろう。民族学者。おや、あまり聞き馴染みがない。よかったら簡単に説明するよ。じゃあお願いしようかな。民族学は習慣や伝説、民話や民謡など古くから伝承されてきた民族を研究する学問なんだ。普段の生活の中にもいろんな風習があるけど、中には由来のわからないものもあるでしょ。そうだな。例えば七五三や節分、そういうものの検証を通じて伝統的な風習を思考面から解明する学問なんだよ。伝統的な文化、信仰、風俗、慣習、思考の様式を解明するための学問ってところかな。難しそうだね。うん、分かったような分からないようなけど、なんだか楽しそうだね。そうだよ。もちろん楽しいよ。人間そのものを観察するような学問だからね。なんか一番似合ってる。僕は思うんだ。人間には無限の美しさがあるってね。僕は様々な土地で様々な人間を見てきた。すべての人間は醜い面も含めて、とても美しいんだ。だから僕は興味があるんだ。この困難な状況で人間のどんな美しさが見られるかね。やばいやつだ。こいつもやばいやつやな。いいよね。やばいやつや、これ。だから人間っていいよねっていう。見た目通りの不気味な人なんだね。やっぱ見た目もやっぱ怪しいんだね。そっち行き止まりやな。こっち行こうか。さあ次は誰がいる。お、女の子。女の子ね、春川真希さん。春川真希、超高校級の。ね、この子すごい意外だったんだよ。その保育士っていうちょっと気が強そうなんだけど、ね、うん、超高校級の保育士なんだ。子供が好きそうに見えない？え？そうだよ。それ当たってるよ。別に子供なんか好きじゃない。好きじゃないんや。でも超高校級の保育士ってことは逆に子供から大人気とか？どうでもいいよ。あいつら意味不明で、なんか私に寄ってくるんだよね。面倒見がいいわけでも愛想がいいわけでもないのにさ。いやー、意外に意外なキャラやね、これ。ね。でも子供って見る目があるって言うよね。その子供に好かれるってことは、ね、春川さんで実は愛が深いタイプとか？うん、うん。きっとそうだよ。自分にぴったりの道を選んだんだね。違う。選んでない。私の選ぶことなんてできない。お、どういうこと？別に。なんでもないけど。私はずっと孤児院で育って、そのままそこを手伝わされるようになっただけだから。あー、なるほど。個人そうだったんだ。すごい可愛いこの子。春川真希さん。うん、覚えた。そうそう、体育館です。体育館や。はい、行きます。ね、あの手紙に書いてあった通り、体育館まで来てみたけど、ここに何があるって言うんだろう。
ねえ、ナイギさん、とりあえず中に入ってみよっか。ごめん、一旦ここで別れよう。ここから僕は行く先に行けないんだ。うん、逆になってみる。主人公は君だから。なるほど。あら、それはきっとこれから君が今どんな状況に置かれているか知ることになると思う。もしかしたら絶望を感じてしまうかもしれない。でも希望を捨てないでほしいんだ。たとえこの先どんな絶望が待っていても、僕も日向くんも君の味方だよ。それじゃあ行ってらっしゃい。また後で合流しよう。また後で。また後でっていうことはなんかまた来そうだよね。なんかあるね。あ、ナイグさん行っちゃった。急にどうしたんだろう。っていうか主人公とか希望とか絶望とか何の話なんだろう。なんだか体育館に入るのが不安になってきたけど、ここで立ち止まっていても仕方ないし行くしかないよね。さあ、なんか結構生い茂ってる。綺麗じゃないね。さあ、これはもう早兄さん行った方がいいんじゃないですか。うぷぷ、やっと来たね。こういう時には合ってるかな。いや、赤松楓さん。ちょっと綺麗な感じになったね、やっぱタラコさんだと。うん、普通やね。びっくりした。何？何なの？パンダ？パンダ。パンダってなんだよ。このクマだよ。学園長だよ。偉いんだよ。すごい、やっぱあのちびまる子監修が若い、ね、若い、すごい若さがを感じるね。うん、学園長ではここで学園長から一言。今回お前らにはこの学園内だけで一生の共同生活を送ってもらうことになったわけですが。うんうんうん。あ、一生の共同生活。意味がわかんないよ。話はまだ終わってないよ。ご静粛に、ご静粛に。ただしどうしても学園から出たい人のために卒業という特別ルールが存在します。ではこの特別ルールについて説明していきましょう。お前らには学園内での秩序を守った共同生活が義務付けられたわけですが、もしその秩序を破った者が現れた場合、その人物だけは学園から出ていくことになるのです。恐ろしい。それが卒業のルールなのです。どういうこと。秩序を破るって。うぷぷ、それはね、人が人を殺すことだよ。殺す。暴殺、視殺、撲殺、斬殺、小殺、圧殺、読まれへん、読まれへん。殺し方は問いません。誰かを殺した生徒だけがここから出られる。それだけの簡単なルールだよ。最悪の手段で最良の結果を導けるようせいぜい努力してください。ふざけないで。人を殺すなんてそんなことするわけないから。うっぷぷぷぷぷぷぷ。あのね、本作の主人公である赤松さん、もう始まってるんだよ。もう主人公またそれどういうことなの。あれあれ、聞いてない。ここに来る前にナイギ君がなんか思わせぶりなこととか言ってなかった。ナイギさんのことも知ってるの。ああ、まあ、OB のことはどうでもいいよ。これは君の物語なんだからさ。 OB 扱いなのね。うん、やっほー。そんなことより、この学園の寄宿舎に君たち新入生の部屋を用意してあります。ほう、次はそこへ行ってみなよ。もう始まってる。その意味がわかるはずだよ。
なんか発音があれみたいね。もう中。もう中学生ね。よく出てくるよ。うん、迷わず行けよ。行けばわかるさ。行けばわかるさ。ありがとうってやつね。うん。私の部屋。さあ、次は赤松の部屋です。なんだろうね。これあれよね。弾丸論破の1かな。うん、体験版の時って、うん、本編と殺された人ちゃうかったよね、最初に。そうやね。最初の方法違った。だ多分今回もそのパターンちゃいます？全然体験版と本編は違う感じになりそうな気がするね。すごいその一番今楽しみにするのがやっぱ学級裁判かな。結構なんかドタバタガシャンみたいな感じだから。うん、なるほど。はい。じゃあ行こうかな。わけがわからないままモノクマに背を向けた。新入生とか主人公とか人を殺すとかおかしなことばかり聞かされて、すっかり疲れてしまっていた。混乱する気力もなかった。それに何て言われようと私は殺し合いなんて。てんてん。苗木さんはまだ戻ってきてないみたいだね。ちょっと不安だけど、わかんない。寄宿舎ね。寄宿舎に行ってみるしかないのかな。さあ、移動です。あ、出た。ちゃんとアイコンがあるね。あ、なんか三人部屋みたいになってるよ。ね、私の部屋はどこだろう。ドアにみんなの似顔絵が貼ってあるみたいだけど、これだね。ここかな。あれ？私だけじゃなくて苗木さんと日向さんの似顔絵も貼ってある。わかるんだね。うん、ほんまやね。だろう。お答えしましょう。特別にお前の疑問にお答えしましょう。あのね。この部屋はね、お前ら三人で仲良く使ってもらうことになってるんだ。うん。まあ、経費削減ってやつだね。ちょっと狭いかもしれないけど我慢してよ。こんなの納得できないよ。私女子なんだよ。いや、高校生のオスとメスが同室で過ごす中学生の妄想みたいなシチュエーションだよね。っていうかさ、神聖な学校内で卑猥なことをする輩がいようものなら容赦も情けなく罰するけどさ、寄宿舎で何が起ころうと僕は一切感知しないから、力ずくでもアブノーマルでも好きにしたら、主人公同士仲良くやりなよ。ここはお前ら主人公の部屋ってわけだね。なるほど、だからその主人公って何の話なの？特別に疑問に答えてあげるのは一回だけだよ。立ち止まってないでさっさと中に入ってみなよ。決めたのはそっちじゃない。とりあえずね、さあ三人部屋やって、ここに泊まるって決まったわけじゃないし納得いかないけど、とにかく中に入ってみよう。 3P、3P 行けろよ。うるさい。 3P。 うん、来たな。そうそうにやばいよ。だいぶどんぶらがっさんよ。何これ、めちゃくちゃじゃない。どうして一体この部屋で何があったの。さあ、これは嫌な予感がするんじゃない。もうバスルームが荒れちゃいます。だけちょっと感覚をしてね、いろいろあるね。ベッドが危ういし、ごく普通のベッドだけど、これもすっかり荒らされてる。一体どういうことなの？ここで何があったの？さあ、すごいぞ、これは。でも、この内装なんかあれよね。都会にあるラブホテルみたいな感じよね。よう知っとる。はい、モニターが置かれている。今は何もつってないけど、これ、寄宿舎の部屋の中にまであるんだ。すげえラブホっぽくない？そうね。そうね。うん。なんかちょっとオシャレな感じが。そうね。大きな照明から注ぐ光に部屋の惨状が照らし出されている。さすがに照明は割られていないみたい。これを要は解決するのか、事件か、何があったんでしたい、ちょっとね、どっち行こうかなって思ってる。バスルームから行く？なんかクローゼットの方が臭い気がするな。かなぁ。うん。バスルームいそうだけどなぁ。ほんと？でもバスルームってちょっと透けてるやん。なんかあんまり見えてへん気がするで。多分俺クローゼットやと思うな。皆さん、何かあるなら
ワンでは第一志望者がね、うん、バスルームやったでしょ。ね、そう。ちょっとバスルームから行こう。行きましょうか。バスルームから。うん、多分大丈夫。ほらほら見えてるもん中。いや、ほら。私はシャワールームの中を覗き込んだ。するとそこには、あー、例の人が、例の人が死んではるよ。これだから体験版やからなのやろね、きっと。うん、死んでる。死んでる。ほら。死体が発見されました。発見されましたよ。一定の自由時間の後。学級裁判を開きます。何回も殺されるね。ね、いや死んでないでしょ、うん、彼は彼死んでないでしょ。この彼はあれですね、うん、何だったっけな、1の体験版の時も、うん、死んでた。いや死んでたんじゃなくて、あの犯人扱いされてたんですよ体験版では。ああそうなんか、ほうほうすごいなんか扱いが雑っていうか。はい、坂の超高校級の占い師、科学で、名前忘れたな。安弘かな。安弘かな、うん。科学で安弘くんを殺した犯人を決める学級裁判だよ。ものすごいなったじゃないですか。2回目なんや。1回殺されたあったって。なんか生きてた気がしたけど。そんなことなかったか。ね、うん。あ、んどうなんやろ。前か。うん。まあ、まあ、ああ、読むのね。ごめんね。科学レス君が殺されたのは2回目ですが、お前らにそんなことは関係ないか。あのね、誰かを殺した者だけが卒業できるわけだけど、ただ殺すだけじゃダメなの。他の生徒に知られないように殺さなければならないの。で、その条件がクリアできているかどうかを査定するためのシステムとして、殺人が起きた一定時間後に必ず学級裁判を開くこととします。はい、来ました。学級裁判では身内に潜んだ黒は誰かをお前らに議論してもらいます。よしよしよし。そこで正しい黒を指摘できれば殺人を犯した黒だけがお仕置きを受け、残った他のメンバーは引き続きこの共同生活を続けることができますが、もし間違った人物を黒としてしまった場合は、罪を逃れた黒だけが生き残り、残った全員がお仕置きされてしまいます。まあこれはもう変わりなくだね。以上、これが学級裁判のルールなのです。何それ。さてと、というわけでお前らはこれから捜査をするわけだけど、まずはこれを配っておかないとね。これは僕がまとめた死体に関するファイル、その名もバッバラーパパパパパーザ・モノクマファイル。別の来たけどね。ま、結局のところお前らは素人さんなわけだし、死体を調べるって言っても限度があるでしょうから、僕が代わりに死亡状況や死因っぽいのをまとめておいてやったんだ。なるほど。じゃあ捜査を頑張ってくださいね。では後ほど学級裁判でお会いしましょう。また後で。やめてよ。ちょっと待って。やだな。大丈夫だって、ノリでなんとかなるって、深夜残業のテンションで乗り切るだけだって。辛い辛いね。残業なんてしたことないからわかんないよ。それよりいきなりそんな捜査なんて言われても。あとは学級裁判で、こんなところでグダグダ話してると経費がかさむしね。そうね、体験版だから。ということで、まったね。また後でだね。探せるくん。ちょっと。呼び止める声も虚しく、モノクマは姿を消してしまった。捜査って、葉隠れって人を殺した犯人を突き止めろってこと？人を殺しちゃったの？この学園に誰かが？さあ。誰か来てる？おう、みんななんか来てるよ、いろいろ。あ、まだあれやね。他に、まだ見たことがない人だよね。うん。
本当に死んでんじゃねえか。まったく。お、かっこいい。殺し合いを命じられたばかりだっていうのに、ずいぶん気の早い奴がいたみてえだな。なんだと？殺し合いが始まったってのかよ。どうやら殺し合い、学級裁判、モノクマは全て本気で言っていたということね。ああ、そうだ。俺たちはこの殺人事件を捜査して学級裁判で犯人を見つけなきゃならない。うん。赤松、モノクマファイルは受け取ったよな。はい、よくわからないうちにモノクマに押し付けられましたけど。だけど、あいつ勝手に話を進められてばかりで頭に来てるだろうけど、モノクマファイルには最初に目を通した方がいい。重要な手がかりになることも多いからな。わかりました。さあ、180センチあるの身長。被害者は日暮れ、安弘。死亡時刻は午後1時半頃。死体発見現場となったのは寄宿舎エリアにある主人公の個室。被害者はシャワールームで死亡。致命傷となったのは刃物で刺された腹部の傷。腹部の傷以外には傷は見当たらない。モノクマファイルをモノパッドに記録しました。言霊メニューで確認できます。午後1時半つい、さっきじゃねえか。うえ、死にたてほわほわかよ。葉隠れもこの学園の生徒だ。お前たちの先輩、そのはずだった。先輩への見えた。そっか、そうだったんだ。葉隠れはどうして死んだのか、それを確かめるためにも捜査が必要だ。そうですね。探せば手がかりは見つかるはずだ。現場であるこの部屋には間違いなく何かがある。ん？あとは何か目撃した人物がいないか調べたり、凶器の出所を突き止めたりするのもいいな。そうね、難しく考えずに手をつけられるところから始めてみましょう。この女の人ちょっと気になってんだよね。はい、分かった、やってみるしかないんだね。じゃあやっていこうか。操作開始。さあ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 、この怪しいとこね、まずクローゼットから。クローゼットね。一応この中も確認した方がいいかな。もしかしたら苗木さんや日向さんの私物があるかもしれないけど、緊急事態だし。すみません、失礼します。謝りながらそっと開けてみると、何これ。私と苗木さん、日向さんの制服の替えがぎっしりと詰め込まれている。どういうこと、なんだか気味が悪いよ。いや、今はそれどころじゃない。何か犯人につながる手がかりがあるか探してみよう。中を確認してみたけど、特に怪しいものはないか。まあ、この制服自体が怪しいといえば怪しいけど。おー、替えがいっぱいある。っていうのはちょっと怪しいね。まあ、ただの着替えっぽい気もするけどね。あとは、ちょっとやっぱバスルームの、葉隠れくんのところを見ないとね。もしかしたら、何かあるかもしれない。ちょっとじゃあ三角ボタンで。隠れくんだけだね、今のところは。はあ。殺されたのは、隠れ康弘さん。超高校級の占い師だというね。誰がどうしてこんなことを。腹部に刺さった刃物、これは包丁かな？包丁か、食堂には厨房があるよね。それにしてもすごい血だね。床もひどいありさまだし、包丁の束にもべったりついてる。でもちょっとだけ束の部分の血の色が違うような、束の部分の血の色が違うようなって、気のせいかな。束の部分の違和感をモノパッドに記録しました。言霊メニューで確認できます。包丁が気になったけどね。ねえ、包丁だよ。あー、そうね、包丁になってるから。あと、くまなく探して、今んとこはそうだね、葉隠れくんだけなんで、ここはもう今手に入れた情報が多分重要なんやろうね。そうか、今回はあの壁は違うんだね。よいしょ。ちょっとベッドの方を調べてみて。部屋のベッドや壁に刃物で切りつけたような跡がいくつもある。つまりこの部屋で誰かと誰かが争ったってことだよね。なんでこの部屋だったんだろう。なぜか。争った形跡をモノパッドに記録しました。あれじゃないかな、この3人に誰かになすりつけようとしたのかな。
あとお話しして、そのパターンだもんね。うん、なすりつけパターンね。はい、じゃあまずどうしようか、左から行こう。桃田海人、誰かを殺せばここから出られるなんて、そんなくだらねえ話を信じまった奴が俺たちの中にいるってのか。こうして死人が出てる以上、そういうことになるだろうな。すごい。シャワールームにあった死体の状況、事故じゃああはならねえ。ちくしょう、なんで殺しちまったんだ。なんでその前に俺たちに相談しなかったんだよ。そうだよね、まだ学園を調べ尽くしてないし、出られないって決まったわけじゃないのに。ああ、その通りだぜ。なのに、真っ先にこんな方法を選ぶなんてよ。よう。犯人を見つけたら、俺がぶん殴って目を覚まさせてやる。お、よし。結構なんか、すごい熱心なキャラクターだね。うん。じゃあ次、イルマミュウ。やばいやつやこれ。すごいみたいな感じだな。はい、はい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 、してる。イルマさん、なんで笑ってるの？クズだな。てめえらダニー以下の存在が揃いも揃ってバカ面さらしがってよ。これは笑わずにいられるかよ。確かに。どういうこと？いいか。この俺様にかかればこんなチンケな事件の真相なんだ。童貞を生かせるくらい簡単に分かっちまったぜ。いいよね。すごい子やね、イルマミ。聞きてえか聞きてえだろ。仕方ねえな、聞かせてやるよ。まず殺される前のモジャオに会った奴が誰もいねえってのがおかしいだろ。ひどい言い方だけど、でも確かに。私もここで初めてハガクレさんを見たよ。いなかったもんね、さっきね。うん。あ、ハイネさん。あ、ハイネさん、じゃあ、モズベさん。シアプレイがあと5分で終了するので、はい、一旦仕切り直しますか。切りましょうか。少々お待ちください。はい、はい、ベベーベベベー、何それ、タンタカタンガタン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 、なんか BGM 作ろうと思って。あー、じゃあちょっとモズベーさんが好きなあの、うん、弾丸論破のキャラを今教えてくれたらいいよ。弾丸論破のキャラか、誰だろう。あのね、2だったら、うん、名前忘れちゃったんだよね、好きなんだけど。好きで忘れるってなんなんやねん。そう。どの忘れちゃった。あのね、超高校級の何？超高校級の誰だったかな、名前がわかんないかな。あのツインテールしてる子ですね。あー、着物着てる子？そうそうそう、あの子がすごい性格が大好きかな、可愛いで。あー、うん、超高校級の着付けじゃないな、何やったかな、日本舞踊かな。あーかな。うん。そうそうそう。俺、つみきさんが好き。つみきさん。あー、つみきちゃんも可愛いよね。つみきさん、そう、ちょっとエロくていいのよね、あの子ね。そう、2はね、舞台始まりますもんね。うん。2すげえ楽しみやな。じゃあ、はい、じゃあ画面戻すけどね。ちょっと待ってね。はい、じゃあ画面を戻しまーす。はい、じゃあ行きまーす。どうぞ。俺もここで初めて見たな。うん、俺もだな。こんな奴がいたなんて聞いてねえぞ。つまりだ、このモジャはずっと隠れてたってことだ。隠れてた、どうして？そんなこともわかんねえのか。真相なのは体だけじゃねえんだな。そうだよ、なんやかんや、これイルマさんナイスバディなんだよ。いや、さっきおっぱいあったよ。でもまあ妥当に考えれば、姿を隠して誰かを殺す機会を狙ってたんだろうな。え、みんな、俺、まあそういうことだが、俺様の黄金の脳細胞が見抜いたのはそれだけだね。いいか、同じように隠れてる奴がまだいるんだ。そいつが犯人だ。ああ、他にもまだいるってのか。ん、他にもいんのか。いいかもしれないけど。だけど根拠はあるの？根拠なんか必要ね。何しろこの俺様の勘なんだからな。結局このイルマさんは超高校級の何なんだろうね。発明家ですね。おお。え、だったらそんなのただの妄想だよ。確かに犯人は私たちの中にはいないって思いたくはあるけどさ。それに、ハガクレは隠れてたわけじゃないぞ。てめえ。は？
はぁ、何言ってんだ、平凡面は。この俺様に、ん？俺様に来てつきようってのか。そうじゃない。いや、事実だ。俺がこの学園で目覚めた後、葉隠れがすぐそこの廊下を堂々と歩いているのを見かけたんだよ。怪しいぞ。なんだ、それじゃあ私たちがたまたま会えなかっただけみたいだね。ま、待て。いや、まだだ、まだ終わりじゃねえ。そうだ、こんなの推理するまでもねえぜ。もちろんだ。犯人はこの部屋の鍵を持ってるやつだ。それでぶっ決まりだ。あのね。あの、ちなみに私は部屋の鍵なんてもらってないけど。そうなの？おめえら、適当なこと言うんじゃねえよ。混乱するだけじゃねえか。どうした、発明家よ。クールじゃねえな。他人を下品に罵る暇があったら、ちっとは脳を働かせるんだな。なんなの？奇遇働かせてるのに。もしかして、イルマさんって、弱い。なのに、ものすごく歌い弱いタイプ。意外に可愛い。でもまあ、見当外れだったり、自分勝手ではあるけど、一応推理しようと頑張ってくれてるんだよね。大丈夫だ、イルマさん。まだ時間はある。一緒にもっと手がかりを探して推理し直してみよう。あ、おめえが俺様と一緒にだと、冗談は胸だけにしとけ、まな板、黒豆、ちょっとやっ。でも普通になんか、おっぱあったよ、さっき。ね、机に乗ってたよ。ね、うん。じゃあ次、自分もひなた、ひなたくんか。はがくれ、こんなところで殺されるなんて。ふぅーって顔してる。そんな悔しいか、ひなたくん。人が殺されるなんて、私は殺し合いなんて絶対したくないのに。カワクレさんを殺した誰かは違ったんでしょうか。だけど、だとしてもこんなことになったのはモノクマが俺たちをここに閉じ込めたせいだ。うん、そうですよね。まあ、っていうか赤松、敬語はやめていいぞ。苗木とは楽に喋ってるだろ。いきなりこんな事件に巻き込まれて混乱してるかもしれないけど、不安があれば俺や苗木に気軽に相談してくれ。一応先輩だし、少しは助けになれると思う。なんだろうね、確かにその、苗木くんってすごい年下に見えるもんね、見た目がね。見えるね。ね、ちょっとシャタっぽいから。ひなたさん、ありがとう。私の緊張をほぐそうとしてくれてるのかな？平成のひなたさんがいてくれたおかげで私も少し落ち着けそう。それにしても閉じ込められて人が死んで、ただでさえ混乱しちゃうのに、誰が殺したのか捜査するなんてめちゃくちゃだよ。いや、けど生き残るためにはやるしかないんだ。大丈夫だ、みんなで話し合えば答えに近づける。ねえ、ひなたさん、よかったら一緒に捜査してくれない？ひなたさん落ち着いててすごく頼れるから、一緒に来てくれたら嬉しいんだけど。俺はそうしてやりたいけど、赤松が捜査して回るなら俺はここに残っているべきだと思う。信じたくないだろうけど、犯人は俺たちの中にいる。だから誰かが現場に残って見張っていないと、犯人が証拠隠滅しに来るかもしれないんだ。そっか、そういう可能性もあるよね。でも証拠隠滅って話なら、残るのが俺一人じゃ。もし俺が犯人だった場合に証拠を隠滅されるかもしれない。そう思うか？だけ思ってたかな。うん、ひなたさんのことは信じてる。気持ちはありがたいよ。でも赤松の迷いは正しいぞ。あのさ、俺を信じてもらうためにもあらかじめ俺を疑っておいた方がいいんだよ。俺が一人で残ったら証拠隠滅したんじゃないかって疑われた時に反論が難しくなるだろ。そっか。ならひなたさんが誰かとお互いを見張り合えば。そうよね。誰も殺人現場の証拠を隠滅していないことを明確にできる。そういうことね。だったら私が一緒に残るわ。わかった。頼む。学級裁判まで俺と東条はこの部屋を離れない。だから捜査は任せたぞ、赤松。行ってみるよ。ひなたさん、本当に落ち着いてるね。落ち着いてるっていうか、まるでこういう状況に慣れてるみたいな。まさかね。そのまさかだよね。さあ、次、この東条さん。いいかしら？赤松さん、日向さん、ここはあなたたちと、そして苗木さん、三人の部屋なのよね。そういうことになってるみたい。もちろん納得したわけじゃないけど。どうかしら？一つ質問をしたいのだけれど。
あなたたちはこの学園に来てから一度でもこの部屋に来たかしら。うん、私は来てないよ。葉隠さんを見つけた時が初めてだったんだ。俺は。どうぞ、ひなさん。俺も死体発見アナウンスを聞いて今ここに来たのが初めてだ。必死や。それがどうかしたのか。みんなのため。実は私はこの学園に着いてから寄宿舎の部屋をすべて掃除しておいたのに。なんだ、メイドか。そうです、超高校級のメイドですね。メイドさん、すごいな。とりあえず簡単な掃除のみだけれど、髪の毛一つ落ちていない状態にさせてもらったわ。もちろんこの部屋もね。え、つの間に、さすが超高校級のメイドだね。みんなにくつろいでもらうために必要なことだから気にしないで。それよりこれを見てほしいの。今この部屋に来てすぐ落ちていたのを見つけたのよ。あ、これは何かの毛か？葉隠れの髪と同じ茶色みたいだけど。おぉ、証拠？あのね、証拠やね。でも葉隠れさんって髪が長かったよね。この毛はあの人の髪にしては短いんじゃない？この部屋に何かトラブルがあって、この時に髪がちぎれたとか。言えないセリフだね。読んで。はい。読んで、マズベイさん。的に落ちた気に決まってんだろ、上が。二つなら下も茶髪ってか。まあ、巨乳すぎる美人の俺様が同じ校内にいたんじゃ我慢できなくもなっちまうよな。惚れるわ。短い茶色い毛か。こんな些細なものが重要な証拠ってこともよくあるんだよな。なんだよ。なんだよ、既読スルーかよ。そう。浮かれ弱い。髪の色と長さがこの毛に近いのは日向さんと苗木さんかしら。え、あら。ひなとさんはこの部屋に来ていないのよね。なら、苗木さんはどうだったのかしら。それは私は聞いていないけど。いいかしら。もちろん髪の毛一つでは何も言えないわ。でも、苗木さんにも話を聞いてみる必要はありそうね。ああ。そうだね。そういえば苗木さん、体育館に入る前に別れてから姿を見てないけど、どこに行っちゃったんだろう。短い茶色の毛をモノパッドに記録しました。消えた苗木をモノパッドに記録しました。あ、おるやん。お、来たね。葉隠れくん。そうね、どうぞ。あ、苗木さん。赤松さん、大丈夫だった？葉隠れくんの死体を見つけたのは君なんだよね。私は大丈夫だよ。もちろん驚いたけど、立ち止まってる場合がなさそうだしね。わかったよ。そっか。なら、僕と一緒に。お？ねえ。何か始まったよ。あ、なんだ。おはくまやって。またくまのロボット。今度はたくさん。本当にいっぱいおる。オイラの出番だね。はじめまして。俺たちみんな揃ってモノクマーズだよ。モノタロウ。おもろないわ。ねえ、主人公のくせにおもろない反応やな。これ早にやさんやないですか、モノスケ。まんま。あたいたちみたいな愛らしいクマを前にして悲鳴なんて失礼しちゃうわ。モノファニー。ミーは頭に来たぞ。モノダモンボコボコにしてすっきりするしかねえ。モノキッド。モノダモン。ねえ、その主人公って何なの？モノクマは何もさせてくれなかったんだけど。モノダモン。ちょっと無視しないでよ。モノダムから何か聞き出そうとした天無駄だよ。モノダムは心を閉ざしてしまっているのよ。だったらあなたたちが答えてくれればいいじゃん。うるせえ。おい、クマどもうるせえぞ。捜査の邪魔すんな。邪魔しに来たわけじゃないよ。用もないのに出てくるなんて経費の物遣いだよ。無駄遣いだよ。そうだぞ。お父ちゃんに言われて貴様らにヒントを教えに来てやったんだぜ。お父ちゃん、まさか。え、お父ちゃんってもしかしてモノクマ？何言うてんねん。そんな言うまでもないやろ。どっからどう見たって血のつながった親子やさかいな。これ一番やっぱしっくりくるじゃん。ロボットに血のつながりも何もないと思うけど。でもいいのかしら、こんな序盤も序盤からヒントをあげるなんて。
夜泣きがひどい赤ん坊に魅力を与えるようなもんじゃない？ヘルヤーヘルーミーはミルクより蜂蜜が好みだ。よしオイラたちとの茶番のお試しはここまでだよ。それじゃあとは自力で頑張ってね。かわいいモノタル。バイクマ。バイクマ。かわいい。なんなんや。ちょっとヒントってなんだったの？自分で茶番って言っちまってんじゃねえか。結局俺たちを引っかき回しに来ただけみてえだな。貴重なやつらだぜ、ヒントでつってこの俺の操作を妨害しやがるとはな。操作しちゃったんだかな、この子。まあ仕方ねえか、俺が本気で操作すればこんな事件はあっという間に解決しちまうからな。なるほど、うん、じゃあ最後です。うん、星龍馬。あんたは早速捜査か。あんたは前向きなんだな。死体に慣れてるわけでも、この状況で何も感じねえバカってわけでもないだろうに。正直言うと混乱してるし、怖い気持ちは嫌だって気持ちもあるよ。でもやるしかないしさ、みんな死んじゃうなんてそんなの困るからね。やっぱりあんたは生きることに前向きだ。俺もあんたみてえに。いや。なんでもねえ。なんか一番なんか死にそうなフラグ立ってるよね。けどよ。つかなんか、しかし、殺し合いをしろって言われて、すぐさま行動に移す奴がいるとはな。普通はためらうもんだ。よほど相手を殺して理由でもない限りはな。そうだよね。殺せって言われたからって簡単にそんなことできるとは思えないよ。まさかこんな状況に慣れてる人がいることなんてことあるわけないよね。慣れてる人はいるけど。うん、そうね。じゃああとはあれかな、苗木くんか。そうね。ねえ苗木くん、苗木さん、私と別れた後どこに行ってたの？苗木さんを疑ってるわけじゃないんだけど、なかなか戻ってこなくて心配したからさ。ねえ、僕を気遣わずに何でも質問していいよ。疑問に思うのは当然だからさ。僕は君と別れてからこの学園の中を調べて回ってたんだ。なんでちょっとなまってんの？学園の中を？僕にとっては見慣れた学園だけどね、玄関が封鎖されてたりおかしなところがあったのさ。同じ学園なのかな。本当に外に出られないのか、モノコマに関する手がかりはないかも含めて、改めてこの学園を隅々まで調べてみたんだ。それにもし学園の案内図なんか見つけられたら、初めてここに来た赤松さんたちの助けになると思って。もういいやつ。そうだったんだ、私たちのことまで考えてくれてたんだね。目の付けどころが違うっていうか、さすが先輩って感じだよ。いや、大したことはしてないよ。結局目ぼしいものは見つけられなかったしね。それに殺し合いが起きてしまったからには、どうやって学園から出るかは後回しにするしかないね。まずは学級裁判っていうのは何とかしなきゃいけないんだよね。さっきは話の途中で邪魔が入っちゃったけど、よければ僕が捜査を手伝うよ。本当に？僕としてもこの事件は放っておけないしね。殺された葉隠れくんは僕のクラスメイトだったから。あ、2回も殺されてるんだけどね。そうだったんだ。ねえ、それに僕たち全員のためにも捜査はしっかりしておく必要があるんだ。よし。モノクマが言ってたよね。正しい犯人を突き止めなければ3人以外が全員がお仕置きされる。お仕置きの意味、それは処刑、殺されるってことなんだ。え？ゾッとした。気づいたらこんな場所にいて殺し合いをしろなんて言われて死体を見つけて、パニックを通り越してなんとなく置き去りにしていた感情が
に現実として私の心臓をつかみ、わしづかみにしてきた。これは多分恐怖だ。いろいろ疑問はあると思うけど、今はとにかく学級裁判のための証拠を集めよう。大丈夫、君が諦めなければ絶対にこの絶望的な状況に打ち勝つことができるよ。僕も力になるから安心して。自分こんな状況だったら絶対もうああってなるけどね。そうね、うん、超高校級の幸運じゃ頼りないかもしれないけどさ。ありがとう、ナイギさん。すごく頼もしいよ。ナイギさんもこう言ってくれてるし、頑張らないとね。みんな処刑されちゃうなんて受け入れるわけにはいかないし。じゃあ、まずは狂気の出所を探すのがいいかな。うん、そうだね。そうだね。うん。狂気の出所か可能性が高いのはあの場所だよね。消えた苗木を更新しました。よし。では、さっきじゃあ、狂気つことなんで、ドアから出ていこうか。狂気のありそうなところに行くけどね。うん。行ってみようか。どうしようか。みんなから話を聞いていく？とりあえずは、聞いていきますか？聞いちゃっていいんじゃない？うん。聞いていきましょうか。ねえ。殺人が起きたんだって、うん、うん。どうなの？現場は主人公の部屋。ふざけた指輪はともかくあんたの部屋でもあるんでしょ？やっぱり怪しいって思っちゃう？でも違うよ。私は何もしてないから。こういう時、第一発見者は怪しまれるものだよね。でもそう。はるかさん、僕たちを怪しむ気持ちはわかるけど、最初から決めつけてしまっていたら、真実は見えてこないよ。それくらいわかってるよ。犯人を見つけられなきゃ命がないって状況で簡単に答えを出す気はないけど、ただ今のところあんたたちを疑わない理由もない。そうだよね、何か私が犯人じゃないって分かってもらえる根拠があるといいんだけど。根拠ね。さあ、夢の卑弥呼さん。ノイカ？さあ、赤松よ、本当なのか？本当に殺人事件が起きたのか？この人からですね、マルちゃんの声優さん、ね。マルちゃん。信じられないけど本当だよ。犯人はお主か？違う。違うよ。確かに現場は私たちの部屋だけど。やれば。お主らで決まりじゃろう。もう。違うってば。違うよ。イベルさん、決めつけちゃダメだよ。ちゃんと捜査して真実を見つけ出さないと。うちは魔法使いだからの殺人事件の捜査など専門外じゃ。でもそう。ここにいるみんなで力を合わせて何とかするしかねえんだよ。そうそう。そうだよ。出ないと死んじゃうんだよ。めんどい。めんどい。すげえ生まれちゃうやん、声が。めんどいって命がかかってるのに。なんかね、生まれちゃんもあるし、あれだね、緩めるもの、あのちゃんっていう子にもすごい似てるかな。同じ声優さんなのね。いや、同じじゃないんだ。あ、違うんだ。アイドルだね、緩めるもの。すごい美人なんで。はい。じゃあ、大間くん行く？一致さん、こうか？あ、赤松ちゃん、なんでやっちゃったの？そんなに外に出たかったの？軽いね。え？だって、葉隠さんってさ、赤松ちゃんの部屋で殺されてたんでしょ？やるならもっとうまくやってくればよかったのに、これじゃ簡単すぎてつまんないな。違う。あ、私は何もしてないよ。自分じゃなくて、なぎさんか日向さんのどっちかなって言いたいんだ。すげえ女の子決めるね。だって赤松さんじゃないなら、そういうことだよね。そうじゃないよ。そんなつもりで私じゃないって言ったんじゃなくて。じゃあ、彼らの無実を証明できるの？なんだこいつは。こいつ何なんだ？彼らが事件の前後に誰かと一緒にいたとか、そういう話は聞いてないけどな。それは。ちょっと待ってよ。何だっけ名前。大間くん。大間くん。この事件はきっと、そんなに単純なものじゃないんだ。学級裁判で話し合ってみれば、それがよくわかると思うよ。なぎさんは何かに気づいてるのかな、うん、ま、続きは学級裁判で話そっか。ゲームのクライマックスはみんな揃って迎えた方がつまらなくないからね。やめてよ。何それ。
大間くんまるでこの状況を楽しんでるみたい。それに私たちのことを疑ってる。私たちはやってないって分かってもらうには学級裁判で証明するしかないんだよね。彼は超高校級の総統ですね。うん、高校。偉そうや、だから。なるほど。ここは、おぉ、ぐるっと。じゃあ、あれ？なんか、凶器のあったところに行く？全員なんだよね。そうだね。まずはちょっと凶器があるところから。結構長いかもしんないね。うん、もう、まだまだ、長そうよ。うん。さあ、来ました。この子は確かね。まあやね。うん。この子結構気になるね。白金つむぎさん。はい。あのさ、私から話せることは地味に一つだけだよ。私はこの学園で目覚めてから、寄宿舎にある自分の部屋に行ってみたんだ。もちろんこんなところに泊まるなんて嫌だけど、いざって時に寝る場所がちゃんとあったら少しは気持ちが落ち着くかと思ってさ。うん。確かにその通りかも。部屋も東條さんが綺麗にしてくれたみたいだし。ああ、そうそう、話したかったのは東條さんのことなんだよね。私は寄宿舎で掃除道具を持ってみんなの部屋を行き来してる東條さんを見たんだ。だったら東條さんがみんなの部屋を掃除したのは本当ってことだよね。白が、あ、違いますね。白金さん、あ、白金さん、東條さんの様子覚えてる？一つの部屋の掃除にどれくらいかかっていたとかさ。うん、本職のメイドさんの風格に感心しちゃってしばらく様子を見てたから覚えてるよ。東條さんはテキパキ行動してて一つ一つの部屋にいた時間も短かったかな。その時、大きな物音や人の声なんかはしなかった？うん、特に何も聞かなかったよ。最後にもう一つ、その時、葉隠れくんのことは見かけなかった？見てないよ。もし、あの目立つ髪型を見てたら絶対覚えてると思う。そっか、よくわかったよ。ありがとう。つまり、東條さんが掃除をしに来た時に葉隠れさんを殺した可能性は低いってこと？そうだね。僕は、そう思うよ。まあ、東條さんもね、向こうに誰かいますね。うん、あ、昆虫の人や。ゴンタ。本当に、ゴンタさんた、ゴンタたちの中の誰かが、赤クレさんを殺しちゃったの？ゴンタ信じたくないよ。昆虫が好きな人に、悪い人はいないのに。私も信じたくないよ。私たちのうちの誰かが殺したなんて。だったら、違う可能性を探すためにも、捜査してみればいいんじゃないかな。そうすれば、僕たちの中に犯人なんかいないことを証明できるかもしれないからさ。そうだよね。よし、そういう可能性だってきっとあるはずだよ。みんなで協力してやってみよう。頑張るよ。うん、そうだね。ゴンタバカだけど、頑張るよ。なんやろね、ゴンタね。切ない気はするけど。あ、教室も入れるんだ。なんかいろいろ入れちゃうよね。とりあえずちょっとここのフロアにいる人たちを。もう、あれ？いないっぽくない？あ、いやでも、ちょうどだから、あれね、あっちの方に行かないといけないでしょ？ね、そうそう。行かなきゃなんで、ちょうど前に誰かおるね。いた。あ、なんか行ったね。アンジー。ヤッホー！ヤッホー、元気かな？って元気なわけないな。だって、安弘って人は、楓たちの部屋で殺されてたってだもんね。犯人は楓と誠と、はじめ。三人の中の誰かってことだし、ドキドキだよね。あら。待ってよ、アンジーさん。最初から犯人を決めてかかるのは危険だって、さっきから何回も言ってるだろ。だって神様がそう言ってるんだよ。神ってる。神様の言うことに間違いはないんだよ。やめてよ。神様のおかげで事件解決は目前だね。そんな主張で犯人にされるわけにはいかないよ。そうだね。うん、さあ、じゃあ、こう、食堂から。定番のね。うん。おー、すごいジャングルだよね。あら、もう一人増えたね。茶頭テントさん。なんだ？せっかく食堂でゆっくりお茶を飲んで気持ちを切り替えたところだというのに。
天国から地獄です。殺人なんて野蛮なことをする男児は許せませんよ。男子やね、きっと。なるほど、うん、犯人が男子って決まったわけじゃないと思うけど、あれなのかな、もしかして恐怖症なのかな。男子シングルでこれ着ようだね。恐ろしいね。すぐそばで起こった殺人事件、目前に控えた学級裁判、こんなにも異常で追い詰められた状況下で人間のどんな美しさを見ることができるだろうね。お、やっぱりちょっと不気味な人だな。もちろんただ傍観してるわけじゃない、僕なりに捜査はさせてもらっているよ。ただどうしても事件以上に気にかかることがあるんだよね。え？君も不審に思っているはずだよ。そもそもこの学園はどんな場所なのか、なぜ僕たちはこの学園の侵入生と呼ばれているのか、そして本当に閉じ込められてしまったのか、本来なら優先して考えるべきことのはずだよね。今はみんな事件と学級裁判に気を取られてうやむやになってしまっているけどね。それもいずれみんなで話し合うべきだろうね。でもそのためにも今は捜査に集中した方がいいよ。噛んだね。噛んでないもん。死体が発見されてから学級裁判が始まるまであまりに時間に余裕があるわけじゃないからさ。まるで知っているかのように語るんだね。それもいずれ話させてもらうよ。もらうよ。そうかい。今はひとまずその言葉を信じさせてもらうとするよ。すごいなんかあれだよね、こじらせてますって感じだよね。苗木さん何か知ってるの？私は苗木さんを信じてもいいんだよね。よし、次。苗木さんがちょっと後ろめたい感じだね。西原修一さん。僕たちの中の誰かが葉隠れさんを殺した。モルクマはそう言ってるけど、可能性はそれだけじゃないと思うんだ。もちろん捜査を進めないとわからないけど。そうだよ。そうだね。例えばモルクマの仕業とかさ、あいつは私たちを困らせて楽しんでるみたいだし。そうだね。そうだね。その可能性もあると思う。一つ気になるな、西原修一。実は女説。いやもう、ね、女説は高いやろこれ、ね、私たちの中の誰かじゃない可能性もある。でもそれって逆に考えると私たちの中の誰かが殺した可能性ももちろんあるってことだよね。西原くん、私のことも疑ってたりする？赤松さんは人を殺すような人には見えないよ。見えないけど君の無実を証明できる証拠はまだ見つけられてなくて。そうね、それは探偵だったね。そうだよね。ごめん、君を疑いたいわけじゃないんだけど。噛んだ。あのね。うるさい。いいんだよ。西原くんは超高校系の探偵なんだし、私に気を使わないできっちり捜査して推理してよ。それがみんなが助かることにもつながるはずだしさ。しゃ。もちろん私も頑張るから。うん。なんだか反応が鈍いけどどうかしたのかな。さあ、で、ねえ、凶器の包丁はここの厨房から持ち出されたのかもしれないよ。ひとまず確認してみよう。さあ、注意書きとかある？これは食堂の利用方法についての注意書きみたい。でもこの注意書きは事件には関係なさそうだね。本当に？さあ、ここで厨房の入り口。おー、ここか。そうね、これから包丁、壁にかけられた包丁。大小様々な大きさの包丁が取り揃えられている。でも包丁が一本足りないみたいに見えるね。これって最初から一本なかったのかな？それとも、この厨房について何か知っている人がいれば話を聞いてみたいところだけど。厨房の包丁をモノパッドに記録した。さあ、他にないかな？特に。何かないかな？ないね。他で詳しい人。包丁か。サバシラ健子さん。あのね。サバシラさん、あのね、厨房の包丁が一本足りないみたいなんだけど。待ってください。健子は包丁を取ったりなんかしてませんよ。
そうじゃなくて、フォーチュンについて何か知らないか聞きたくてさ。すみません。そうでしたか。早とちりして失礼しました。ですね、あそこの包丁が途中でなくなったことは知ってますよ。その話詳しく聞かせてもらってもいい？はい。天子は死体発見アナウンスのしばらく前に紅茶を入れようと厨房に入ったんです。その時は確かに包丁は全部揃っていました。いいですか？ですが、ティーカップを片付けに行った時には包丁が一本なくなっていたんです。誰か料理をしているわけでもないのに不思議にと思ったのでよく覚えてます。ナイスだよ。そっか、これは重要な証言かも。ありがとう、茶柱さん。捜査の役に立てたなら光栄です。女子がお仕置きされるなんて許せませんからね。ねえ。さあ、あのさ、茶柱さんってお茶を飲む間は一人で食堂にいたの？いいえ、天子は夢野さんと一緒でした。魔法とマジックの違いについてご教授いただいていたのです。天子は死体発見アナウンスの直前まで一緒にここにいましたよ。そっか、その間他に誰か来たかな。確か来たと思います。一人だけ。でも誰かは分かりませんね。興味がなかったので見ていませんでした。私の推理では、あれだね、興味がなかったっていうことだから、うん、男だよね多分。なるほど。つまり包丁が持ち出されたのは茶柱さんが食堂にいる間だったのかな。その間ここに来て誰かっていかにも怪しい感じはするけど、ね、赤松さん、ここには他に情報はないみたいだし他の場所に行ってみようか。はい、そうだね、そうだね。はい、茶柱の証言を確認。お、始まったんじゃないですか。さあ、今からだよ。僕も待ち疲れたんでそろそろ始めちゃいますか。はい、お待ちかねの学級裁判を。よし、お前ら廊下の奥にある赤い扉までお集まりください。ぷぷぷ、じゃあ後でね。もう終わりなの？まだ何も分かってないのに、ね。赤松さん、この学級裁判ではきっと僕たちは疑われることになると思う。違う。でも私はやってないよ。そうだね。分かってる。もちろん僕もやってないよ。ねえ。どんなにみんなに疑われても諦めちゃダメだ。そうすれば必ず真相にたどり着けるからさ。僕は君を信じてる。それを忘れないで。うん。頑張ろうね。ナイギさんは私のことを信じてくれてる。私もナイギさんを信じてみよう。とにかくこの後の学級裁判を何とかするしかないんだよね。赤い扉を目指せばいいんだよね。さっきのハテナハテナハテナって書いてるところかな。よし、そうやね、行ってみようか。うん、いや、そうやったっけ。赤い扉のとこやった。うん、ハテナハテナって書いてあったからこっちかな。あの奥かな。さあ、行ってみましょうか。はい。ふう、ようやくだね。ようやく。うわ、いっぱいおるじゃないですか。やあ。あら、なんか話したことないやつもいるね。ああ、いると思う。なかったね。やっと聞いたね。じゃあ、早速、自分の名前が書かれた席についてくださいな。おい！モルクマ、今回お前が何を企んでるのかは知らないけど、俺は絶対にお前の思い通りにはさせないぞ。まったく。ちょっと、愛なセリフだな。先輩主人公でしょ？もうちょっと考えてよ、ね、ナイキ君。違うよ。主学の稲田に意見に賛成だ。赤松さんたちお前の思い通りにはさせない。熱いですね。ほら、何それ、ほぼ日向くんと一緒じゃん。二人ともしっかりしてよ。この体験版が盛り上がるかどうかは君たちにかかってるんだからさ。
体験版って言っちゃってる。体験版というわけで。そんなことより、いよいよ、ガッガーン。ひどい。ヒーボ。いいだ、いいだ。なんだよ、これからって時に空気の読めないロボだな。重大な問題があるんですよ。よく見てください。席が足りないじゃないですか。真面目やんけ。すごい。本当だ、私たちは18人なのに席は16個しかないよ。ねえ、これってどういうことかな。もしかしてお前らミスったの。あら、モノダムのせいだ。あ、違うぞ、お父ちゃん。席が足りないのはモノダムのせいなんだ。全部モノダムかい。お父ちゃん、とにかく俺たちが間違ったわけじゃないんだよ。ええか。せやで、今から2人減らせばええんやで。えぐい猿でぐちゃぐちゃにして、裁判を盛り上げんとこうなるっちゅう見せしめにしてしまえばええんや。え、黒いわ。そんなの黒いわ。じゃんけんで見学の人を決めてもらいましょう。いや、学級裁判には俺たちみんなの命がかかってるんだぞ。じゃんけんで発言権を奪われるなんて納得できるわけないだろ。そのままやればいいのにね、立ってみんなで。テンション下がるな。でもまあ、席が足りない以上、二人は参加しないで見ててもらうしかないか。普通に話し合えばいいのに。ふざけないでください。理不尽ですよ、勝手なことばかり言わないでください。 いや待って、俺様が外れてやってもいいぜ。だって学級裁判に出ねえってことはよ、俺様以外のカスどもが犯人を当てられなくてもお仕置きもパスできるってことやろ。待って、そんなわけないじゃん。もちろんその場合は見学の人もお仕置きだよ。それ一番ドキドキだよね。怖いよね。大天才の俺様がいれば見学の雑魚も安心だし、やっぱ学級裁判に参加してやってもいいぜ。ねね、二人か。希望には外れてもらうとして、あと一人はどうする？誰か外れたい人はいる？なんでそんな希望はあるの？ちょっと勝手に決めないでください。でもさ、お、僕が外れてもいいよ。え、大木さん。一緒に捜査した赤松さんやみんながいればきっと大丈夫だよ。だから僕は。お、いやー、やっぱこんな大事なことをみんなで話し合わずに決めるのは良くないよ。え、お、そいつのコロコロ意見を変える態度は気に食わねえがよ。俺も同意見だぜ。お、そうだよね。そういうことだ。そうだよね。もし黒が裁判に加わってなかったら、出現を追及したりするチャンスもないってことになるよね。ワクワク。何より黒が参加しないと、学級裁判が盛り上がらないしね。うんうん。でも、キーボ君は今回の黒じゃないから安心して外れてもらっていいよ。キーボ君、もう決まってんじゃん。だから勝手に決めないでください。どういう意味？黒じゃないとそんなこと断言できるの？少なくとも、キーボ君が黒じゃないってことは、ずっと近くにいた俺が証明できるっすよ。それは、うん、だったら、キーボも、天海のアリバイを証明できる。二人は、確実に黒じゃないってことか。うん、じゃあ、見学はその二人に決まりでいいかな。もう、待ちくたびられちゃったんだけどな。ひなた君は入るんだね。そっちの都合で誰か抜けろって言っておいて勝手なんだね。別に。俺も外れていいっすよ。ただし、こっちの条件も飲んでほしいっす。あ、条件。条件？いいっすか。一つは、黒を指摘するときは見学してる俺らも参加させることっす。うん。それともう一つ、その時点でみんなの出した結論に納得がいかなかった場合は、見学者から一つずつみんなに質問させてほしいっす。ほう。もちろん場合によってはそこから話し合いを再開してもらうのもあり。ってことで。わかるっすか。せめてこれくらいさせてくれないと俺らにとって不公平すぎるっすよね。なんだろう。まあいいでしょ。そういうことにしてさっさと始めよっか。どうした。ずいぶんあっさりと受け入れるのね。まあね。多少イレギュラーな要素があったところで、
結果は変わらないからね。今回の裁判に限っては絶対にね。うぷぷぷぷ。それはどういう意味？そのうちわかるって。もうそんなことより裁判の前に時間をかけすぎだよ。そろそろ巻きに行くぞ。巻いていかなきゃ。わあ！お父ちゃんが怒った。大変だわ。貴様ら早く席についてちょうだい。笑いません。結局僕は見学することになるんですか。俺に任せとけ。てめえらの命も背負ってんだ。この俺が必ず何とかしてやる。安心しろ。俺らの中には超高校級の探偵なんてやつもいるしな。え？え？へえ、頼もしいっす。ま、いざとなったら俺も協力するんで、気負わずに頑張ってください。自信がなさげだね。天海くん大変なことになっちゃったのに落ち着いてるな。モノクマ相手にも冷静に提案してたし、一体どんな才能の持ち主なんだろう。謎やもんね。なんかね、すげえなんかメンタリスト大悟みたいなイメージがある。あー、なんとほどね。うん。イメージがありますね。モノクマにせかされて私たちはそれぞれ指定された席へと向かった。そして幕は開く。命がけの裁判、命がけの騙し合い、命がけの裏切り。命がけの謎解き、命がけの言い訳、命がけの信頼。命がけの学級裁判。だってよ、始まるよ。始まるよ。さあ。さあ、ということで、モズベイさん。はい。モズベイさん。イエイ。今回は、ここまでということにしておきましょうか。そう、まあ、長かったですけどね。お前が。そうね。まあ、とりあえずあれじゃないかな。ここまでの流れを視聴者の皆さんには見てもらったんで、あれでしょ、はい、視聴者の皆さんはこの体験版をダウンロードしたら、うん、学級裁判から。そうそう、学級裁判から始めることもできますし、モズと早煮えのね、このアフレコ実況が見たい人は、また次の動画が、アップされるのを待っていただければ、いいかなと思うけどよ、はい。いいかなと思います。多分近いですね、はい。早く出すよね、これ。そうね、多分来週ぐらいには頑張って出すけど、ちょっと一週間ぐらいはかかるけど、多分。あ、痛いけどね。はい。じゃあ、最後、モズベイさん締めてください。はい。ご視聴ありがとうございました。Twitter アカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認ください。はい。ではまた、学級裁判でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。バイバイケロー。